台湾の次のリーダーを決める総統選挙までおよそ3ヶ月です。野党候補が第三の勢力との選挙協力の考えを表明するなど激しい選挙戦が始まっています。台湾の総統選挙は来年1月13日に行われます。11日最大野党国民党で総統選への立候補を表明している江雄義氏が記者会見を開き、第三極と呼ばれている民衆党との選挙協力について言及しました。在来的时间地点我们的所有的议题都是开放的，那先坐下来两边把所有的相关的议题大家对好，大家一起朝蓝白合作方向往前走。台湾メディアの調査では、与党民進党から立候補を表明している頼清徳副総統の支持率が2位の民衆党柯文哲候補を12ポイント上回っています。野党の国民党と民衆党と候補を一本化した場合、支持率が逆転する可能性もあります。